皆さんこんにちは、ピアノ屋ドットコムの宮本です。今回は東海の AU2 のご紹介をします。東海といっても倒れる方の東海ではありませんが、それは社長がゆえとの命令が下りましたので言ってみましたすいません調律をちゃんとすれば、とてもマイルドな優しい、そうですね、なんか大人の響きというかマイルドないい響きが出るはずなので、また